あとまあ他の表出の仕方といえば、あまりにも早い段階で援助者の感じに放り込まれたことに由来する問題は別として、またこの援助者のアーキタイプは他のすべてのアーキタイプがそうであるように、本質的にネガティブな一面も備えていますと。はい。まあ、例えば溺愛する人もそうだし、はいはい、この母と子のこの共存状態をいつまでも維持したいと願うみたいな、はい、まあ、これって結局は私は子供に与えてる親なんだから、あんた言うこと聞きなさいよっていうことで、はい、何かを満たしてますよね、その母親の歪んだ部分を、はいはい、私の方が偉いみたいな、はい、事実慈しみの行為は原型的な母親と父親が生まれたばかりの若い自我をむさぶり食って自分のものにとどめるための手段や、自分の自我の一部にするための手段とされてしまう場合があると。はい。国はあまりないと思ってるんですけどね。あまりないというかあるんでしょうけど、はい、悪い部分が出ることはあまりないかなっていう認識なんですが、はい、その多分なんか落ちた時みたいな話じゃないですか。はい。あとやっぱり、はい、どうしてもいつまでも子供を子供扱いするところはあるんです、はいはい、でもあ全部俺がやってあげるみたいな、はい、これって子供の成長邪魔はしてるんですよね、はい、やってあげて、はい、なんかいいパパだろうみたいな、はい、プレイをしてるんですけど、はい、それはまあ幼子も使われてるみたいな話でしたよね、さっき。あ、これ今こういう行動が、はい、若くして母親になった人は、はい、まあ、援助者をやってるけど幼子を使ってるみたいな説明だったじゃないですか。あ、幼子のまま、幼子のまま援助者になって、はい、幼子を使ってるで、またこれは男女を問わず援助者のエネルギーを呼び覚ませれば、はい、そこには常に溺愛の可能性が潜んでおり、深い愛情で相手を受け入れる関係を育んできた人々が二人の間の境界線が消えたことに気づいて不安を感じるのは珍しいことではないと。相手に食べられてしまうっていう恐怖心は強烈なものになり、世話ケアが孤独や人恋しさを味わわせないための手段とされている場合は、相手に言えない傷を負わせてしまう危険性が非常に高くなると。自分の中にいる飢えた子供が空腹を満たすために他人を食い尽くそうとするようなものだからだというまでもないことだが、皮肉なのはそうしたネガティブな援助者が他人をむさぶり食っておきながら援助者の役割を担うことで、今度はこうやってやってることで自分が食われる危険性がないっていう位置にいつまでもいようとすると、はい、で男女を問わず人はみんなこの全体性、自分の中の全体性を実感するために他人を利用して生きている生物だと、はい、人間すべて、はいはい、この辺はアグリーです。で本人にはただ相手を利用しているっていう自覚はない、はい、そうなんだね。なるほど。例を挙げてみよう。自分の人生を犠牲にして夫の子供だけのために生きてきた母親は家族の人生を自分のもののように感じていると。こういう家庭では夫や子供が援助者がやってみたいと思っていることを実践するように誘導されたり圧力をかけられていることも珍しくないと。援助者がそうやって偽りの人生を生きているからだと、まあ、この人たちを操りながら、はい、それが私の人生だと思ってるかもしれない、はいはい、うん、なるほど。だからその旅立たなければいけないですよ、魂へ。そうですね、はい、そっか、自分、はい、自分も旅をせえって話ですね、はい、好きな道に進むことを諦めて援助者となった父親も今度は子供になんかプロ野球の選手をやらせようとしたりとか、はい、医者に行かせようとしたりみたいな、はい、妻を身代わりにすることはないって書いてあります。はい、大体そういうのは子供に移ると、まあ、できないからじゃないですか。そうですよね、はいはい、本当は子供も一個とした人間なんですけどね、はい、妻と同じというか自分と同じ、はい、でも子供にはやるんですよね。まあ、できないからですよ、多分。できたらやりそうじゃないですか。ピグマリオンを、はい、どっかで諦めますよね、無理って、はいはい、大人同士でやるとぶつかるじゃないですか、はい、だから無理だっていうのは分かってるけど、子供はちっちゃい頃からやってるから、はい、ある程度言うことを聞く
とやらしい、本当やらしい、はいはい、で達成感を得ようとしたり、子供に同様の欲求をして自分が果たせなかった夢を実現させるか、はい、自分の価値観や主義主張に黙って従わさせるようにすると、はい、なるほど、というのを、はい、援助者のシャドウの部分は、はい、そういった行動面もあると、はい、ただし、はい、まあ、そればっかじゃないよっていう、あ、それ本当はそうじゃないよって話ですね、はいはい、援助者のレベルというのがあって、シャドウは苦しむ殉教者だと、我が子を貪る父と母、罪悪感を抱かせる行為や自責の念に駆られた行為、イネーブリング、まあ、このイネーブリングっていうのは他人の依存癖とか、今度は無責任な態度を生み出したりとか、自己中心主義を助長して扇動する行為だと、いいねいいねしか言わないとかね、はい、はい、で覚醒を促すコールとしては、他人をの世話を必要とする責務、例えば親としての責務とか、他人の貧窮や依存状態からをちゃんと認識することだと。でレベルがあって、レベル1は自分の欲求と他人の欲求の狭間で葛藤し、他人の欲求や自分に求められるもののために自分の欲求を犠牲にする傾向があると。これがまずレベル1、他人の言うことを聞いちゃってる感じ、はい、でレベル2というのは、他人を気遣う行為で自身を傷つけるのではなく豊かにするんだと。自分自身を慈しむ術を学び、愛の無知の使い方を習得します。他人に尽くすのではなく力を与えますと。でレベル3に行くと、子供を作る力、身内や友人たち以外の人々を慈しみ、彼らのために責任を負おうとする意欲、コミュニティの形成、まあ、内田達郎さんの言うところの大人ですよね、はい、もう子供はやってやってしか言わんと、うん、でもこの人たちはまず身内とかからなんですけど、はい、最終的にはこのコミュニティの責任を取るよって言える人たちになっていくんだという話なんですね、はい、できるとは言ってません、僕がね、はい、なんかこういうのやってる人ってなんか私はやってますような感じで喋ってるじゃないですか、まあ、そこがこう多分成長せねばって話じゃないですか、成長の旅ですからね、成長の旅です、はい、で自我の一番崇高なところが援助者です、はいはい、だからそういうのが今の二等兵のやつが孤児っぽいじゃないですかそうですね、援助者見て、はい、そうやって受け取るみたいなそうですね、はい、何も言えねえですオリンピックが始まりましたが、はい、あたんたんめんさんご消えよ、してあげたのにと言われたらありがとう、でもしなくてもいいんだよと言ってしまうと、はい、なるほど、多分そういうところでシャドウに落ちていくんですよね、援助者が、援助者がこうなんか人のためにと思ってやって、はい、でなんかこうシャドウに落ちていくんじゃないですかあ、このしてあげしなくてもいいんだよって言われることで、言われることでというか、はい、まあ、してあげたのにっていうのがもうすでにシャドウに落ちてる感じはしますけどそうですね、こうやって言うってことはね、はい、はい、いや頼んでねえよって話ですよね、頼んでねえよって話です、はい、でその人のためにやってあげてるっていうのでやればいいってわけでもないわけじゃないですか、はい、相手が求めてなかったりする、あとは釣り方を教えるのがあ、そうそう、はい、でそこにこう感謝されないみたいな壁にぶち当たることがあると思うんですよ、はい、はい、そういった時に多分シャドウに落ちていくみたいな、そうですね、誰も感謝してないとか、ね、はい、この会社のフロアで、でもみんなのために僕はみんながこう喜ぶと思ってやったんだみたいな、よくまあ私が言う会社のゴミ捨て問題ですよ、はい、はいはい、誰もやらない、はいはい、で僕が毎結構やるじゃないですか頻繁に、はいはい、そうすると先に帰る人がたまに、はい、私が今日ゴミ捨てしてもいいんですかって聞いてくるんですよ、はいはい、気づいたらやれよって思うじゃないですかなんで俺に聞いてくるんだと、はい、役割だと思ってるんじゃないですか、アホかとごめんなさい、はい、ちょっと今何かが出てきました、はい、でもそこで優しく援助者っぽくで接することができれば、お願いできる、はい、できるとか、ね、そしたらその人たちもそうやってやってくれるようになるかもしれないじゃないですか、はいまあ、こればっかじゃないと思うんですよ、はい、会社のフロアにはたくさん私みたいな思いを、
なんか私がコツコツやったこのエクセルの作表の作業がね、はい、なんか誰かがプレゼンで使って、はい、褒められるのはこのプレゼンをした人、はいはいはい、あれ私やったのにって、はい、私に光が当たってない、はい、みたいなのは多分いろんなところで起こってると思ってますが、はい、多分あれですよ、その上に上がっていく人たちはその辺を上手にできる人じゃないですか。あ、はい、なるほど。もうなんか二等辺のおかげであ、本当はそうやってやってるってことですね。あなたのおかげで、はい、このプロジェクトは成功したよとかねっていうことができるようになれば、多分レベルの高い援助者なわけじゃないですか。そうするとその人を中心にコミュニティができるよって話じゃないですか。あ、はい、綺麗な話、はいはい、っていうのがこう多分成功する人の話、はい、